回は今流行っているべっ甲柄アートを紹介していきたいと思います。まずはじめにベースジェルを塗っていきます。はじめにべっ甲柄のベースカラーを作ります。アルミホイルの上に爪楊枝で橙と黄色を少量取って混ぜて塗っていきます。次にべっ甲柄アートです。アルミホイルの上に焦げ茶色とクリアのジェルを少量取ります。まず焦げ茶色のジェルをバランスよくのせます。その上にクリアジェルをぼかすように筆を強く押さえつけながら動かします。残りの爪にボルドーでフレンチを描いていきます。フレンチを描く際は毛先が斜めにカットされたフレンチ専用筆を使うと綺麗に描くことができます。フレンチの境目とべっ甲柄の周りにゴールドラメでラインを引いていきます。ラインを描く際は先端の細い筆を使うと細いラインを描きやすいのでおすすめです。シルバーの一番小さなストーンを使ってボルドーフレンチの爪にワンポイントでアクセサリー感をプラスしていきます。最後にトップコートを塗って完成です。